はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ中世編、続きをやっていきたいと思います。勇者ハッシュが仲間になったところですね。で、魔王を倒すために必要なもの、それを山頂へ取りに行きましょう。これはもう絶対クマ出てきても全く問題ないでしょう。さあ早いな、自分早い。何残った、やるじゃないか。敵を受かて、まあ、勇者といえどももうおっさんだからな。やったか、ゴッドボイス。ハッシュ近づく前にゴッドボイスが発動した。ここまでじゃ。ストレイボがそろそろ上がりそうだな。さあこのまま上へ行きますか。いいね、4人パーティーってなかなかないよね、このゲームで。どうしよう、ちょっと離れてんな。ハンマーパワーで、レッドバレットでこいつ、これだ。こいつマジでやることがない。普通に殴ってほしいんだけど。反撃、これでさ攻撃できないの。ここまでじゃ。よし、レベル6。まあ、物理攻力は正直上がらなくていいからな。ブルースコール、まあ、クリアレベルが10、11って考えるとまだもう中盤くらいか。あれは魔王山ハッシュ、もしやここに。そうやって開けんの。魔王、今一度この手で型をつけてやる。ハッシュが剣を手に入れた。何の、ここに眠るは。これなんでこうやって作ったの。やっぱりもう勇者として活動するつもりがないから作ったんだろうな。何これ、何を手に入れた。ブライオンか。魔王を倒した伝説の勇者の剣、俺装備できる。ちなみにさすがに無理か。ではブライオン、めちゃくちゃ上がるんだけど。さすが伝説の剣だな。勇者バッジがあればもう言うことないんだけど。で、下山しても魔王のところに向かうでいいのかな。しかし聖剣が真の力を発揮しているかどうか、それはまだわからない。ちょっと遠いやつから行こう。ハンマーパワー、早いな。凍てつく触手で、レッドバレット、これだ。てか遅い、ハッシュがパスでいいよ、めんどくせえから。これ初切りだよね。何しろドラゴンソウル貯めたいっていうのかな。レイザーソニックいいの。ちょっと待って、ためがあるわ。2回攻撃されてるし、結局で結局俺が片付けて終わり。意
未だ勇者の力を見ていない。あと1回だな。下山する頃にはレベル上がるね。さすがに。でウラヌスの方がだいぶ年だよね。ウラヌスもじいちゃんって感じだけどさ、ハッシュは、まあ、まだおっさんだからね。結構年齢差がありそうな気がするんだけど。これだったらハッシュの出番ありかな。いや倒せん。腕力ドレインここで食らうのか。カウンターか。からの体当たり。レッドバレット。だいぶ回復されてるな。そういえばドレインされてるから。無駄だ。さあじゃあもう V 社員とかだったら大丈夫でしょう。杖、普通に杖、ゴッドボイス。ここまでじゃ。オッケームーンダウン。レベルは6か。で右側が目的地にはなってるから魔王でいいのかな。もうさすがにこいつらはって感じだよな。なんか逃げた方が早いかな。カットワンウェイ。火力が違う。いやもう戦うだけ時間の無駄っぽいな。退却 100% 退却できるんだったらもうここら辺の敵退却しよう。あれこれこっちっていけねえわ。道を間違えた。さあこっからもう逃げ。どうしよう。こいつらちょっとくれっかな経験値。48。ギリギリ倒した。ギリギリかよ。でレッドバレット88。やったか。いやわかんねえ、経験値がわからんわ。ウラヌスとかまだレベル上がる余地があるからね。ちょっとハッシュは上がったあと1だな。これどっからどういくんだ。で禁断の地、禁足地か。そっちが魔王の城。逃げる、逃走。早い、いいね。見逃してやろう。これ禁足地最初に行ったら杖敵とか出んのかな。あれなんか上行けそうだよな。これこっちも行けそうじゃね。あ、行けるわ。道なき道を行ける。そして浴びてると思ったらどうせ出る敵変わんねえかな。さよなら。ヨシュアの実。これでも目的地にはめっちゃ向かってるよね。ほら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 とか言って全然川なんだけど全然違うところに出てきた。シャープストローもいいや。あ、いけるいけるけど、あれこれな、どこへ行ってんだ俺。あ、でも道なき道もあるんだなっていうことが分かった。いや、こ
こいつらももう雑魚でしょ。戦う価値すらない。ん？こっちは身があったところだっけ。おとなしく道を行こう。ちゃんと作ってくれた道を。看板までわざわざ立ててある。これ誰が立てたんだろう。これさ、でもさ、経験値めっちゃくれっかな。1234567891010体以上いるから経験値10は最低でもくれるよね。ムーンダウンとか、いいね。弱いけど。どれだ、ブルースコール。あ、これもすごくないか、範囲が。ここのここ、スピンド、でゴッドボイス。タメがめちゃくちゃ遅いんだな。結局回ってきたわ。まあ、こいつは殺さなきゃいけない。あ、でもゴッドボイスで殺せるか。ゴッドボイスの方が早そうだな。価値があったんだがよくわからん。これより先禁断地。こっちはあれ、さっきとかこっち来れたっぽいな、川のところから。逃げよう。ちなみに装備ってもうこれでいいのかな。あれ、あのさ、ウラヌスの家にあって勇者の盾って取れないのかな。いきなり強々しいな。この入り口は、魔王と戦う資格のある者にだけ。どうしたストレイボー、ちょっとビビったか。魔王山左にはなってるけどな。これ何、アモンブラッド、なんか爆弾。ちゃんとアイテムは回収していきたいからね。あれ、リキッドストローって色違いか。いや、強すぎる。ちょ、待って。あ、プラスリンクって反撃できる。で、これでプラスリンクで倒して、倒せねえし。もうブルースコールでいいよ。癒しの祈りだな。はい、いける。死にそうな感じだった。急降下113個2発買ったら死ぬ、マジで。何がよろしいので、水か。ドラゴンソウルってちょっと使ってみたいな、ためがあるけど。神の鍵、終わりだ。ここまでじゃ。さすがに強いな。反撃もできるし。ネバネバ駅。あ、毒だ。いや、めちゃくちゃ下がったわ、素早さが。
いや死ぬな、魔法となる前に死んだわ。いや、じいさんもやばい。ドラゴンソード。いや、かっこいいけど。かっこいいけど、こっちみんな満身創痍なんすよ。ゴッドボイスで片付けよう。内村しよう。楽しみね。ビビビ神のおたてび。いや、おたけびを上げてるけどさ。新たな力全然上がんねえ。もうじいさんだからな。これ以上上がらんか。申し訳程度にしか上がってねえよ。これさ、ガンガンこっち行ってっけど、どうなの。エデンズアップルなんか。よくわかんねえアイテムがいっぱい起こってんな。イエーイ。インケンジ。もうここか。OK。よし。ブルースボーイちょっともう。吹き飛ばせ。スカイシップ。やったか。でもこいつゴッドボイスしかやることないし。スピンドルしかねえじゃん。おおいいね。ポイント自体はそんな高くないか。インケージいいな。使いやすい。ただ弱いんだな。ウィークで59って弱いよね。相当弱いよ。もう本当にこいつ専用みたいな感じだな。やったか。イエーイ。あんだけいて大した経験値にならない。この辺のさ、魔力装みたいなやつ何なんだろう。ダメだ、何もない。ただこの魔力層が光ってることによって洞窟の中も明るいんだろうな。アイアンビートルとかってこれなんか普通の敵だよな。よし。え、ちょっと待って待って待って、シングイーターとかも使ってヒットポイント7とかさ、全然それは経験値持ってないっしょこいつら。数でちょっと伸びたと思うけど、それとも魔王山にいるから少し強化されてるとか。いやー、なんかまた今度はドラゴンが出てきた。普通に倒そう。水か。水なんて持ってないですよ。パワーでゴリ押す。それは無理だった。シルバーフリーズ。いてつくのだ、輝きとともに。それでも倒せない。尻尾でいくつ。まあまあまあ普通。お前叫んでろ。あ、しびれた。ゴッドボイスのしびれいいな。ハンマーに弱いのか。ハンマーパーでいこう。で、もう何でも倒せるでしょ。5だし。で、こっからだったらやつがいこう。移動するのがめんどくさい。ジャンプショットが燃える触手つえ。これが神の合格。ここまでじゃ。オッケー。ミラードライブ。お前には負けん。レッドコート。炎がやっぱあれか、得意なんだろうな。ワールドラップ。
出た超めんどくさい。ミラードライブ使えねえんだけど、なんで。まあいいや。よし、これってブルースコールやってない間にさ、絶対やつ動かれるよね。ゴッドボイス、ジャンプショットいけるっしょ。はーい、全然いけるわ。で、近づいてきたからソードビュー、風、うん、急降下、ゴッドボイス、しびれた。で、パス、ブルースボール、ね、おお、稲妻だな。やったか。いや、もうあいつらだったら正直逃げた方がまた良さそうだ。レベル1上がるともう一気に経験値入んなくなるからな。こいつらは倒すか。弱点的にはハンマーパワーがいける。で、ショー跳ねるチックだ。手応えあり。ってことも叫ぶしかない。響き轟き神の雄たけび。普通に切れば大丈夫でしょって思ったけど、これで倒せんだ。意外にこの反撃いいな。我に聖なる神、普通に強いし。うん、こいつらはまあまあまあ倒す価値はありそうだな。扉、右側が先へ進むルートだから、まあ左から一個ずつ。いや、こいつらはね、もうめんどくせえわ。さよなら。あ、ドラゴンいたか。でも左下にドラゴンいたら倒してもよかったかもしんないけど。え、なんかめっちゃ進んでんですけど、なんか普通に目的地の方に行けそうだな。あー、行けないわ。このパターンは倒そう。で、こっち192は結構パワーあるな。敵を貫け。で、尻尾からの反撃してくんねえかな。反撃してくれた。ミスってる。効かぬか。まあしょうがない。あー、ミスるな。後ろ向いてるかな。 V シャインでいいや。これじゃ結構食らうもしかして。結構食らってんだか食らってるんだかよくわかんない。で、あ、マパーでいいでしょ。オッケーオッケー。ウラヌスとハッシュも上がりそうだな。ステータスはもう全然上がんないんだろうな。ちょっと右から行く。
いや、なんもねえ。またこのパターンか。まあいい経験値パターン。よし。やっぱレッサードラゴンのヒットメイトは高い。あ、手が使えなくなった。手が使えなくなったけど尻尾には関係ないから。ジャンプショットじゃねえ、ハンマーパワー。早いな、あれ、レッサードラゴン。めちゃくちゃ吹っ飛ばされた。108か、108はちょっと当たんないかもしれない。だよね。防御力が下がってるとはいえ、魔法は関係ないよ。78だったのが、ミス。むしろミス。ハンマーパワー。結局肉弾戦か。あと1回だな。ウラヌスがあと1回、ハッシュがあと2回くらいかな。右側になってるけど、ちょっと上行くか。上行って左に宝箱あったよね。宝箱っていうわけじゃないけど、アイテム。レッサードラゴン1匹か。どれで行けばいい？ソードビュー。当たる。回避率が高い。スピンドル。飛ばされるとさ、射程が分かんなくなるんだよ。ねえ、手応えあり。で、ハンマーパーでいいでしょ。1体でどれだけ手に入るんだ。まだまだいけるようじゃ。こいつはマジだ。サンクチュアリ覚えたけど、マジで上がらん。で、アイテム。ビスケか。微妙だな。で、どっちだどっちだ。いや、こいつらめんどくさい。さすがに。これ、ハッシュもパラメータ上がんなそうだな。あれ、なんかめっちゃ降りちゃってるけど、このまま上に上がって列車ドラゴン。ここの強敵はね、これミラードライブってなんで？あ、反撃専用なのか。なるほど。寝るかな。いや、寝てもこれ弱いかな。やっぱハンマーパワーが無難か。ミラードライブ反撃きた。3発って書いてあったよね。1発ミスったんか。はい、パネル。これハッシュ上がりそうだけど、ギリギリ上がんねえし。あ、なんかサンクチュアリとかの覚えたよね、でも。お、ここが魔王山、魔王城に着く道か。宝箱かと思ったら違った。宝箱、アルゴスの人。あ、これここだったな。こんなもんって何？まあ防御力は1か。あー、見たものを石化させる。
なるほど、普通にも使えるんだ。特攻が上がるなってことは装備さしとくか。栄翔速度が速くなるとか、なんかそういうの欲しいな。てかここに宝残ってる、超怪しいんだけど。悪夢のヘルメット、なんか大丈夫。必ず悪夢を見てしまうと眠くなる。特攻がむちゃくちゃ下がるんだけど、防御力さめちゃくちゃ上がるわけではない。使えってこと、アイテムとして。これでもどこまで続くんだ。そして敵が変わってるかどうか。ベッサドラゴンも変わらず。これもうちょっと配置が悪いな。ハンマーパワーを当てたい。はい、さて特攻がかかったシルバーウィンド、その力を見せてやる。パネル108、まあ上がってる上がってる。でサンクチュアって何、威力中。しかしそのお披露目はなさそうだ。まだそうだよね、もう上がんねえよマジで。打ち止めだ、2人は打ち止め。まあしょうがない。え、なんかあるキューブがあるけど、別にこれアイテムじゃないしね。特に何にもない部屋だった。下に行けるな、下に行こう。え、また何にもないっていうか全くわからん、ただの崖。お、なんかぽい感じのとこに来たな。なんか長いな。あとどれくらいあるんだ。この宝箱を取るか。フレームアーマー、フレームなんだ、フレームとか。神聖アーマーよりフレームアーマーなのか。てか全然強えんだけど、どういうこと。神聖アーマーってだってなんかさ、いい効果、モルガンローブってなんだっけ。あ、そうか、特攻がめちゃくちゃ上がるんだ、脱いだ服とか。ちょっとまあ魔王城的なところ途中ですけれども、今回はここで終了して、次回この先進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。